こんにちは、ジョカです。今回は着物を始めたいけど何から始めようっていう方向けです。私が約20年前に出会った菊池今さんの本です。お家にあるもので楽しむ、これを読んで私は衝撃を受けました。皆さんも探せば、お母さん、おばあちゃん、おばさん、親戚の方の着物と帯はありますよね。なければ今はリサイクル着物も1000円ぐらいであるんですよ。今私が着てるみたいにフード付きのスウェットを着たり、ニット帽をかぶったり、これにリュックにスニーカーで可愛いですよね。袖の部分が足りないなと思う着物はちょっとこういう風に足してみてもいいんですよ。わざと見せてみても、こんな感じですると可愛いですよね。裾が短い着物はグッと上に上げてブーツを履いてみたり、こうやってプリーツスカートを合わせるっていうのもありです。これは帯締めの代わりに靴紐を使ってます。靴紐にブローチを合わせています。ブローチだったら昔お母さんが使ってたものとか意外と着物に合うんですよね。いくつか私も母親にいろいろもらいました。帯揚げはスカーフでもいいんです。今はいろんなスカーフもリーズナブルな値段でありますよね。スカーフの色を変えるだけで着物と帯の表情も変わりますよ。最後はこれ、帯板も厚紙でできますよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。